はい、どうも、ターさんです。皆様、ご無沙汰しております。はい。今回のお話は、タイトルにもある通り、写真から離れてみて、見えてきたこと、そして出会ったとある写真家、そして不思議な体験という内容をですね、今回お話しさせていただこうと思いますので、この動画更新が滞った1ヶ月半、2ヶ月弱ぐらいの間に、僕がどういったことをしていたか、特に何もしてないんですけれども、どういう心境だったか、どういう状況だったか、その中で、とあるね、不思議な体験をしたりだとか、改めてね、見えてきたことについてお話ししていこうと思いますので、ぜひね、最後までご視聴よろしくお願いします。ちょっと久々なので口が回るかっていうのもすごく不安なんですけれども、僕のペースでね、お話ししていきますんで、ぜひね、お付き合いいただければと思います。はい。さあ、どうしたのよ。ね、どうしちゃったのよ。俺。もう YouTube も50日間ぐらい、気づけば前回更新した動画から経っていて、もう自分でもびっくりしちゃったんですけれども、その間のね、ちょっとお話をしていきます。まず、写真から離れてみて見えてきたことというテーマなんですけれども、テーマ通りですね、ここ1、2ヶ月ぐらいの間は、ほぼ写真を撮ってませんでした。はい。で、これなぜかっていうと、シンプルに言うと、悩んでたんですよ。そう。悩んでたの。はい。何に悩んでたのかっていうのは、なんか改めて、いい写真って何だろうとか、いい写真についてね、自分なりに解釈して、実際に撮ってみたりとか、こうやって YouTube でね、話をさせてもらってきたものの、改めて、自分は、いい写真を本当に撮れているのか、いい写真とは何なのか、自分の目標としている写真に近づいているのか、夢に向かって、ブレずに進んでいけてるのかっていうところを改めて考え出したら、なんていうのかな、負のループというか、もう、わかんなくなっちゃったんですよね。で、もう撮る気力もなくなっちゃって、その SNS とかも、もちろんね、写真を撮ってないから、SNS にも上げることもないし、で、見ることもほとんどなくなってたんですよ。ここ最近。いろいろ考えすぎちゃって、もう一旦ね、もう離れようと思ったんですよ。もう最悪、写真やめようかなみたいなところまで考えたんですよ。で、ここまでね、長い期間、1ヶ月半ぐらいですかね、2ヶ月弱ぐらい、の時間、費やして、ここまで悩んだっていうのは、写真を始めてから初めてだったんですよ。ここまでね、長くね、改めてこう自分と向き合った期間、が初めてで、もう一旦ね、ちょっと写真を離れようと。もう撮るのをやめようと思ったんですよ。で、実際にその撮るのをやめてから、改めてね、こう、何週間か経った時に、なんかふとね、見えてきたものというか、感じたことがあって、そのね、見えてきたことっていうのは何かっていうと、ズバリね、写真にとらわれすぎちゃいけないなっていうところなんですよ。どういうことかっていうと、今までの自分は、もう写真が一番、もうカメラが一番、みたいな感じで写真を撮ったり、皆様にシェアしたり、こうやって動画配信したりとかしてきたんですよ。一旦その距離を、写真との距離を置いたときに、あ、今までの自分は、もういっぱいいっぱいになってたんだなと思ったんですよ。もう囚われすぎちゃって、あ、今日も撮り行かなきゃなとか、ちょっと時間が空けば、あ、どうかな、こうかなとか、他の人はどんな写真撮ってるかなとか、
なんか、その俯瞰で自分を見たときに、囚われすぎてるなと思ったんですよ。自分ではそんなつもりはなかったんだけど、まずそこが違うなって感じたわけですよ。それが見えてきただけで、なんかすごい気持ちが楽になって、あ、そんなに囚われなくてもいいのになって、こう、自分に対して、こう言ってあげることで、なんか不思議と、あ、また撮りたいなっていう気持ちが湧いてきたんですよ。そう。だから、多分今の僕にとって、その、いい写真、まあいい写真にこだわる必要もないんだけど、その写真のために、どっかに行くとか、写真のために、こういう体験をするとか、なんか、そうじゃないなって思ったんですよね。多分ね、それ逆なんですよ。そう。こう何かを体験しに行きたいとか、あの景色をこの目で見てみたいとか、あの場所に行って、例えばあれを食べてみたいとか、ああいうことしてみたい、こういうことしてみたいっていう、こう自分にプラスになる体験をしに行って、プラスアルファカメラがあるとか、プラスアルファで、あ、今日カメラ持ってるわ、みたいな、そのカメラとの距離感、そう、写真との距離感っていうのを、多分それぐらいの位置づけにしておくのが多分今の自分にとっては良くて、僕海とかね、山とかそういう綺麗なところをすごい好きなんですけど、今までは写真を撮るために海に行ってとか、写真を撮るために山に行ってとか、いい景色を見てっていう順番だったのを、それを逆にしてね、あ、ちょっと海行きたいな、海の風当たりたいな、匂い感じたいなとか、そう、自分の体験を一番上に置いて、あ、そうだそうだ、今日カメラ持ってるわ、ぐらいの感じが、まあ、同じこと言ってるんですけど、多分、自分にとってはそれがいい写真につながるんじゃないかなと思ったんですよね。そう。あくまでも、自分が体験をして、あ、いいなとか、やっぱいいやとか、めちゃくちゃ綺麗だな、ここっていうのを、残すために使う。カメラをね。なんかそういう位置づけでやっていこうと。なんか改めて思ったんですよ。伝わるかな？なんかすごく当たり前のことを言ってる気がするんだけど、それを見失ってたから今まで。そういう意味で、その写真にとらわれすぎちゃいけないなってまず感じたんですよね。そう。それが写真からあえて離れてみて見えてきた一つ目のことなんですよ。そうそうそう。これからは、自分が、まあ、行きたい場所、なんか撮らなきゃっていう使命感というか、そういうものは、もう捨てて、もう自分が体験したい、自分が見てみたい、聞いてみたい、感じてみたいっていうところに行って、そこでいっぱいね、肌で感じたものを、プラスアルファで、その記録として残す。っていうスタンスでちょっとやっていこうかなと思ったんですよね。なんかそういう気持ちに至るまでは結構苦しかったんですよ、本当に。いや、もう本当やめようかなと思ったぐらい。でも、やっぱね、こうやって僕のチャンネル見てくれて、応援してくれてる方もね、たくさんいるし、その SNS の方でも応援してくれてる方も、なんか自分にはいるなってやっぱ考えて、もともと掲げてた夢、その世界中にその写真を撮る楽しさとか、カメラを持つ喜びを広めたいと。ね、そういう文化がないところに行って人生変わるよとかね、そういうのを広めたいっていう当初掲げてた夢は、やっぱり変わらなかったんですよ。どんなに悩んでも、いや、もう苦しいな、やめたいなって思ったとしても、でもやっぱ人のために撮りたいなとか、なんかそういう芯の部分は変わらなかったんですよね。その写真とかカメラとの距離感を調整するための期間だったのかなっていう気はしてます。ちょっと次のテーマいきますね。で、そう悩んでた期間に、ちょっとね、不思議な体験をしたんですよ。そう、不思議な体験をして、
とある写真家さんに出会いました。まあ、順番にね、お話ししていくと、もうめちゃくちゃ悩んでて、ああ、もう撮る気もないし、SNS 見る気力もないし、はあ、みたいな。仕事も忙しいし、みたいな感じで、夕方仕事終わって家に帰ってきて、もう地べたに座って、こう、スマホでね、こう、たまにはインスタでも開いてみるかなと思って、インスタ開いて、こう、パーって見てたんですよ。そしたら、とある写真が、バンって出てきたんですよね。こう、スクロールしてて。で、その写真を見た瞬間に、これ、多分嘘だと思うんですけど、これ本当のことなんですよ。その写真を見た瞬間に、自分がそっち側に行っちゃったんですよ、意識が。なんて言ったらいいの？自分の意識がその写真の中に入ってっちゃったんですよ。伝わるかな？その写真ってどんな写真かっていうと、屋外のレストランみたいなところ、海外で、女性が座ってるところを正面から撮ってる写真だったんですけど、で、その女性の後ろに鏡とかガラスとかがあって、その撮ってる写真家さんも写ってるんですよ、反射してね。そういう写真だったんですけど、その写真を見た瞬間に、もう自分がその場に行ったんですよ。その写真の中のところに。意識がね。で、一瞬意識がその中入っちゃって、僕がその女性の後ろ側に立ってたんですよ。ほんと一瞬。風の匂いとか、あ、もうすぐ寒くなってくるなっていう時の匂いとかも感じたり、少し肌寒いなっていう気温も感じたり、一瞬ですよ、一瞬。そう。だ、自分がね、その写真の中にポンって、行 っちゃったんですよね。そう。ちょっと意味わかんないですよね。意味わかんないと思うけど、それ本当なんですよ。で、バッて我に返った時に、なんだこの写真と思って、いろいろ調べたら、その写真を撮った方は、チェコの写真家さんのポール・イコビッチ、もしくはポール・イコビックっていう方の写真だったんですよ。で、うわ、めっちゃ気になるこの人と思って、なんかもう、心臓もバクバクしちゃってて、で、いろいろ調べてったら、そのインスタのキャプションのところに、こうね、英語でバーって文章が書いてあって、それを翻訳してみたら、そのポール・イコビッチさん本人のアカウントじゃなくて、写真のプリントの工房っていうのかな、団体さんが上げてた写真だったんですよ、その写真がね。でも撮った人はそのポール・イコビッチって人で、で、その方は、実は最近亡くなられてたみたいなんですよね。うん。すごいなんかスピリチュアルな話になってますけど。で、その団体の方のキャプションで、すごい有能な、我々が大好きだったチェコの、写真家ポール・イコビッチの写真ですと。で、残念ながら彼は最近亡くなりましたと。でも彼が撮った数々の素晴らしい作品たちを私たちはこれからもなんか愛しますだから、なんかそういうニュアンスのキャプションが書いてあって、不思議じゃないですか。うん。なんかすごいメッセージ性があるというか、そのたった一枚の写真に。なんか初めてだったんですよ、こんな体験したの。なんか自分がその場に行っちゃうみたいな。ほんとね、意味わかんなかった。意味わかんなかったけど、すごい心地が良くて、なんか僕のなんか人生を変えてくれる一枚になってるんですよ、今。ちょっとね、著作権の関係でその写真をお見せすることはできないんですけれども、だから、いつかね、僕が世界に出れるってなった時に、そのこうプリントの会社さんとちょっとコンタクトを取って写真をね見せてもらいたいなと思ってます。はい。何だったんだろうな、めちゃくちゃいい写真なんですよ。なんかこういう写真が本当にいい写真なんだろうなって、うん、感じたんですよね。
なんか女性がね、こうやって普通に席に座ってて、目線はね、左を向い、多分外を見てたのかなっていう、まあ、ごく普通の写真なんだけど、めちゃくちゃいい写真なんですよ。その解像感とか、写りとか、なんかそういうことじゃなくて、そのたった一枚が持つ空気感とか、そのエネルギーっていうのが、すごかったんですよね、僕にとって。でもそのポール・イコビッチって人を調べても、あんまり情報が出てこないんですよ。チェコの写真家さんっていうことしか分かってなくて、もしね、詳しい方いらっしゃいましたら、ぜひね、情報を教えていただきたいなと思います。で、これにはまだ続きがあって、もうしばらく動けなかったんですよね。その写真を見た瞬間から。で、パッて我に返って、みたいな。もう心臓バクバクしてるし、何なのこれみたいな。どうしよう。まあ、どうしようってこともないんだけど、で、そのタイミングで、家のポスト、僕ん家のね、ポストの中を、こう、もむろに見たら、あるね、封筒が届いてたんですよ。で、その封筒を何かっていうと、ごめんなさいね。今日暗いよね。ごめんなさい。ちょっと天気悪いんで、ちょっと画面全体が暗いかもしれないんですけど、こういう封筒が入ってて、お、なんだろうと思って、開けたら、これもね、不思議なタイミング、なんか意味があるタイミングなのかなと思いました。その封筒の中身は何かというと、こちらですね。第30回、酒田市土門拳文化賞公募のお知らせです。これはもうデスティニーですかね。運命かな。運命感じちゃうよ。こんなタイミングでさ、届いちゃうんだから。ね。これはもう、行けと。もう神様が、お前はここで止まるなと。諦めるなと。進めと。で、こういう写真を撮れと。こういう体験を自分以外の人にしてもらえるような写真を撮れって言われてるような気がしちゃって、もう。だから、そういうことかと。わかりましたと。やってやりますよと。ね。もう消えかけてた、もう心の炎が、ぼっとね、もう、復活した瞬間だったんですよ。本当に不思議な写真に出会って、素敵なね。こう自分がもうそこに行って、意識がいってしまう、その写真の中に入り込んじゃうぐらいの写真に出会えたこと、そしてそのタイミングで届いた、土門拳文化賞の、公募の案内、そしてね、1ヶ月半2ヶ月弱、自分と向き合うことができた時間が、なんかこういうことを引き寄せてくれた、まあ偶然だと思うんですけど。すいませんね、もう長々と話してしまって、画面も暗いし 天気悪いから今日。なのでね、まあ、まとめると、僕の場合はその写真にとらわれすぎず、いい距離感を保って、撮る、自分自身で体験することっていうのを一番上に置いて、それプラスアルファで写真を撮る、今までは逆だったのを、ちょっとね、カメラっていうポジションを変えてね、これから撮っていこうかなと思います。もしかしたら、まあ、今までとね、あまり変わらない写真を撮るのかもしれないし、全く違った視点で撮るのかもしれないし、それも、そこに行った時の感覚とか気持ちで撮りたいと思います。でね、土門拳文化賞も挑戦します。第30回。今の自分にどんなね、写真が撮れるかっていうのはちょっとわかんないんですけど、そのポール・イコビッチさんとか、こう力を持つ写真が撮れたらなと今は思ってるんで、写真撮りたいなって気持ちとか、どんどんね、足を伸ばしていきたいなっていう気持ちが復活してきたんで、頑張りますよ。そう。で、あとね、47PP ももう全然いけてなくてね、俺何やってんだよっていうのも一つ悩みの種だったんですよ。時間的な余裕とか、もちろん
お金のかかることですから、金銭的なこととか、なんかそういうことも含めて、逆に足が動かなくなっちゃってたんですよね、自分自身。やっぱり自分の足を伸ばすことが大切だなと改めて感じてますんで、やっぱり自分の目で見たいところもあるし、歩きたい土地もあるし、見たい海もあるしね、登りたい山もあるんで、自分が体験するっていうところ、もちろんその日本のね、いい文化にもまだまだ僕の知らない文化がたくさんあるんで、それに触れて体験して写真を撮るっていう旅は続けたいと思います。頑張ります。はい。なので応援してください。だすごく振り返ってみるといい期間だったなと思います。はい。改めて自分と向き合って、なんか見えてきた道というか、悩むこともやっぱ必要なんだなと感じましたね。悩んで悩んで考えて考えて、その中で見えてくるもの、感じられることってやっぱあるんだなと思って、まあ、カメラとか写真に関わらず、いろんなことで壁に当たったりだとか、悩んだりだとか、辛くなってやめたくなったりだとか、そういうのってやっぱ人間だから絶対あると思うんですよ。そこでね、無理して逃げるなとか、振り返るなとか、前だけ見てろっていうつもりもなくて、なんかもう疲れちゃったら休めばいいし、最悪やめちゃえばいいし、あくまでもその自分自身を一番大切にしてあげて、その上でどうしたいか、どうしていきたいかっていうのをやっぱ考える時間って必要だとね、感じました。悩んでるとか、辛いとかっていう方がいらっしゃったらね、なんか大丈夫だよっていうのは簡単かもしれないけど、でも大丈夫ですから。なんとかなっちゃうんですよ。そうそうそう。悩むときは悩む。休むときは休む。そうするとね、なんかちょっとしたことがきっかけで結構変わってったりすると思うんで、なんか僕でよければね、全然話聞きますし、ガンガン DM ください。ガンガン DM ください。ということで、いかがでしたでしょうか。これからね、写真続けていきますし、SNS にも上げさせてもらいますし、YouTube の配信もしていきますし、47PP ね、足を伸ばして、もしね、お会いできる方がいらっしゃればね、もう会いに行かせていただきますんで、そこでね、いろんなお話をさせていただきたいなと思います。今回はね、この辺で終わりたいと思います。ご意見ご感想あればね、コメントよろしくお願いします。ほんとね、こう YouTube でコメントしてくれる方、めちゃくちゃ励みになるんですよ。そう。めちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいんですよ。もうそのコメント見ながらね、ニヤ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 してますんで、ぜひね、応援コメント、ご意見ご感想たくさんお待ちしております。ということで、いかがでしたでしょうか。この動画がね、良かったよって思ってくれた方は、ぜひぜひ高評価、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。